トラファーワイズは2011年1月にクリスト・カーマンとターベット・ヒンディクスが創業した P2P 送金サービスである。ロンドンが本拠地でニューヨーク、シドニー、シンガポール、エストニアなど8カ所に事務所を構える。伝統的な国際送金とは異なり利用者のマッチングを図ることで少額のコミッションによる送金を可能にしている。両替は インターバンクレートで行われ、為替手数量は発生しない。2018年には純利益が800万ドルに達し400万人を超える顧客が1月あたり約40億ドルの送金をしている。750以上の送金ルートに対応をしており、マルチカレンシー講座サービスも提供している。トランスファーワイズ創業の背景には、共同創業者であるターベットヒンリクスと、 クリスト・カーマンの検体験がある。ターベットは、エストニアの預金を定期的に、イギリスへ送金する必要に迫られていたが、高い海外送金手数料に疑問を抱いていた。一方クリストは、イギリスの預金をエストニアへ送金する際に、同様の不満を持っていた。二人は話し合った結果、トラファーワイズの基本モデル、お互いの支払いを肩代わりすることで、送金手数料を省けることに気づいた。 2012年2月にイギリスの金融当局による最終認可が下り、サービス開始者年度の送金額合計は1000万ユーロに上った。2017年には創業6年にして営業利益が黒字となり、1ヶ月あたりの送金額は10億ポンドに達した。2019年には2億9200万ベイドルのセカンダリー投資を行い、 企業価値は35億ベイドルと算出された。これは2億8000万ベイドルを調達した2017年後半のシリーズ E ラウンド辞表価額の2倍以上であった。従来の国際送金との比較通常の送金と同様に送金先と金額と通貨を指定し実行すれば振込みが完了する。初回送金時に指定された。 身分証明書のアップロードによる本人確認を求められる。従来の国際送金との違いは、送金人から受け取り人へ直接送金する代わりに、双方向の送金ニーズをマッチングさせ、受け取り人の口座が存在する国家間で送金を完結させる点である。手数料は2012年には1ユーロ、2015年には2ユーロ、2ポンド、3ドル、または 送金額の0.5%のどちらか大きい方に値上げした。2018年には固定手数料と送金額に対する割合手数料の合計が手数料となった。従来の銀行による国際送金に比べ手数料が大幅に抑えられている。類似例としてエワラがある。日本では資金移動業者として財務省関東財務局に免許登録を完了し、 2016年9月に正式サービスを開始し、2018年には法人送金サービスを開始した。2017年5月にヨーロッパ地域でボーダレス口座という名称でサービスを開始。銀行口座に送金する代わりにトランスファーワイズのアカウント上で両替をし、残高を保管する仕組み。50以上の通貨のウォレットを追加することができ、好きなタイミングで、 入金や両替をすることができる。送金同様、両替手数料が発生するが、インターバンクレートでの両替が可能。フリーランスや事業で海外からの支払いがある場合、現地通貨のまま受け取ることが可能なサービスもある。2020年6月現在、米ドル、ユーロ、A ポンド、ゴードル、ニュージーランドドル、ポーランドズロチのみ。 2018年1月には、マルチカレンシー口座に紐づくデビットカードの発行を開始。2020年6月現在、ヨーロッパ地域、米国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール居住者にデビットカードが発行されている。口座への入金時、送金受取時、デビットカード注文時などに本人確認を求められる場合がある。ありがとうございます。